北尾義隆は日本の実業家 SBI ホールディングス代表取締役社長 CEO で SBI インベストメント代表取締役執行役員会長 SBI グループの創業者でもある2005年のライブドアによる日本放送買収問題で富士テレビのホワイトナイトとなった北尾自ら経営戦略等を語り合い R にも力を入れている ソフトバンクインベストメント株式会社はソフトバンク株式会社の子会社であるソフトバンクファイナンスの子会社だった2006年8月2日ソフトバンク AM 株式会社が保有する SBI ホールディングス株を全株ゴールドマンサックス証券に売却このことにより資本的には完全にソフトバンクとの関係はなくなったことになる北尾は TV 番組で 堀江貴文と孫正義の違いを尋ねられた際に人々のために役立つことをしようという意識を常に孫さんは持っている。その結果として儲かっているだけ、と評している。また孫も定期的に飯を共にする約束で資本関係の解消に応じたと冗談交じりに語っている。現在の日本の道徳教育、その背景を問題視し、 第二次世界大戦後の占領政策の影響があって、過去の一切の日本的精神、武士道のような精神が否定されたと指摘、ゆえに日本人が持っていた強靭な精神力、厳しい時代を生き抜ける力を身につけたリーダーで、なければこの難しい時代の日本を任せられませんと主張する。ありがとうございます。